ロフ島への上陸では街の風景が一変していました。新しい近代的な家並みが続き、明るい雰囲気の商店も並ぶようになっていました。ソ連崩壊後、ロシアになってから投資が増え、島の姿も豊かになったようです。島を守る武器となっています。かつて1万3000人を数えた島の人口は、平成22年末にはわずか1605人となってしまいました。対馬では毎年8月初旬にアリラン祭りでにぎわい、町にはハングルがあふれています。また近年、韓国ゆかりの石碑が数多く購入されており、経済的、文化的に韓国の影響が色濃くなってきています。南鳥島は自衛隊が駐屯する数少ない国境の島です。滑走路を維持管理し、自衛隊機や海上保安庁機に燃料補給や感染支援を行っています。沖ノ鳥島はかつて直径4キロ、周囲11キロのサンゴ礁の島でした。しかし、その現在の姿は島のほとんどが水面下に押しかけ、台風の侵食から守るためのコンクリートとチタンの網で覆われています。我が国は四方を海に囲まれ、豊かな自然、美しい国土を持っています。しかし、その国境の島々にはこのようにさまざまな問題と近隣諸国からの脅威が存在しています。我々自民党は国家国民のため、そして我々の子孫のために、祖先から受け継いできたこの美しい国土をしっかりと守り続けていかなければなりません。党員・党友の皆さんと共に、自民党はこれからも日本を守る、領土を守る政党として、その役割を精一杯果たしてまいります。最後になりましたが、国境の島々に上陸し、これらの写真を撮影されたフォトジャーナリストの山本浩一さんからのメッセージをご紹介いたします。こんにちは、写真家の山本浩一です。今、私は石垣島にある小型津島の記念碑の前に立っています。昨年の尖閣諸島における中国漁船の体当たり事件など、日本の国境周辺では今大変な事態になっています。日本政府の弱体化を機に、中国は領土強奪のチャンスと出るのかもしれません。そしてこれは尖閣諸島だけではなく、北方領土や竹島、そして与那国や対馬までも同様です。自民党政権の時代、少なくとも隣国諸国はこれほど露骨な攻勢を仕掛けてはきませんでした。今からでも決して遅くはありません。明治の開拓時、小川辰四郎ら三人の血と汗の結晶を無にしてはいけません。皆様のさらなる結束と行動力で、日本及び日本人の自尊心を発揮し、隣国諸国だけでなく世界に向かって日本の正当性を訴えることが重要です。皆様方のさらなるご検討を期待し、支持させていただきたいと思っています。ありがとうございました。本日、党大会にあたり、自民党は皆さんと共に日本を守る、領土を守り続ける政党であることをお誓いいたします。